お疲れ様。ちょっと待って。シャドバ1時からメンテ？シャドバなしです。じゃあシャドバないです。じゃあ雑談やろうぜ。さあこんばんは、格闘ゲーマーの黒人です。皆さんよろしくお願いします。お久しぶりでございます。皆さんやっと配信できた、やっとできた。名古屋帰ってきました。もう長かったです。今回めちゃ長かったです。10日間ぐらい行きました。あさってまたすぐ東京行くんですけど、いや、本当ただいまです。また太ったから、和子、圭介シャドバ始まったけど、もう国よりうまいで、んなわけねえ、バカ。あいつは無理だ。野田総理の配信出てたね、国人。あ、そうだそう。なんか、配信出たわけじゃないんだけど、なんか野田総理が、秋葉行ってて、で俺戦国乙女のイベントやってて、それでたまたまみたいな、おーみたいな。で野田総理が「いや今は僕とは絡んじゃいけないと思うんで、お忙しい、かっこね、かっこ、いや黒人さんは絶対俺とは絡んじゃいけないと思うんで、あお忙しいようなんでまた」とか言って、な野田総理の方からこう勝手に逃げてったっていう 気遣ってくれてね、別に良かったのにと思って。一言二言だって全然良かったのにと思って。という感じでしたね。野田総理が空気読んでくれた。なんかやったら別にやってないよ。野田だけはやめて。野田、何？野田さん嫌われてんの？別にいいじゃん。ああいう配信の形なんだから。別に俺、野田総理は別に何もないから別にいいんだけど。その逆の片割れはちょっときついけど。訴えられてるでしょ、今。え？誰に？ KSK にカードゲーで負けたくない？いや別に負けたくないけど、え、何？野田総理やばいの？国兄さん、久しぶりだ。そう、ありがとう。元気だ、元気。石川もやめて。いや、石川紀めっちゃいいやつじゃん。なんで？石川紀いいやつだって。逆に誰と絡みたくない？いや、片割れで片割れ。石川いつ来んの？石川紀参戦。じゃあ、ちょっと待って。書いてきます。土曜日です。今週の土曜日。ちょっと待ってね。書いとくからね。で、オフミーもやるからみんな来てね。オフミーもやりますからね。ちょっと待ってね。告知放送でいいのか。事前放送やる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 。奥見事前配信やるから、上に書いとくわ。スロのイベント告知っていいの？別にイベント告知とかじゃなくて、俺らがやるだけだから別によくね。俺別に店の人間じゃねえしさ。別にいいじゃん。国家1日7時間シャドーバーやったって千徳さん聞いたぞ。ほんとほんと。7時間やって、7時間やって、ポイントが1ポイントも上がんなかったっていう。第何狙うんだ、そこら辺は潤も呼んでくれ。だ、潤ちゃんだってスロットやんないじゃん。俺やってほしいよ。純ちゃんスロットやるんだったら俺もさ、呼びたいけどさ、やんないじゃん、あの子。
なんで小学生みたいな寝癖になって、いやちょっと寝てたんですよ、もう帰ってきて。今スローでホットなのと窓巻き2、いやー凱旋じゃね。黒人さん遅いです、遅刻です、すいません。あれやってました、あの会議やってました、すいません、ごめんなさい。王国に範之呼べない、なんでいいじゃん別に。範之呼んだ何がいかんの、範之呼んだ何がいかんのだ、教えてくれ。何週間サボっとん、いやだって東京にいたんですよ、東京行ったら無理なんですよ。調べたら店側がイベント告知したらアウトになるらしいね。そうですよ、っていうか別に店側とか何も関係ないんで、とりあえず俺は東海でやるよと、石川紀之やるよと、プラスその同日に次の日にあの吉祥寺グランコスタさんで、オフ会やるんですけど、そこがそこの、告知放送をね、同日29日にやるんでね、皆さんぜひぜひ来てください。コクも指定台打ってるのコラ、あさあそれやめてください、やめてください、緑さんの話やめてください、それはね、やめてください。シャドバ先やろ、メンテ入っちゃう、まあシャドバはいいよ、とりあえず告知やろ。高田健司がお前にマージで感謝、なんでなんでなんで、高田健司なんで感謝してんの、なんかあった。シャドバ1時からメンテだからちょっとやめとくわ、シャドババランスおかしい、やっぱ緑は NG か、いや緑 NG と、いや別に俺は緑 NG じゃないんだけど、スローフって店ぐるみなの、店ぐるみなわけないじゃないですか、何を考えてるんですかあなたね、いい大人なんだからね、そういうことは言わないようにね、いい大人なんですよあなたは。子供かな、じゃあで子供かな、パチ店でオフ会って面白いな、コクのビッグフランクリスナーに出すの、フランクリスナーだ、なんかね、なんかそれやるっていう、それもやるっていう感じかな、うん、やろうかなと思って、まだ決まってないんで、高設定代こっそり教えて、そんな俺知るわけねえがや、マジ知らんて、それは俺らもそれを考えるんだって、前日にそのグランコスタさんのいろいろね、このオフミーっていうね、これがある、ブログがあるんですよ、ブログが、それしょしょ、説明文で書いてあるから、説明文読んで、説明文オフミに関しての詳しくこちらって書いてあるでしょ、それを見ながらみんなで考えるという、今日街道グラフィティ街道違う、あれ違う、フラグティエ、そうフラグティエで、ニコ生の番組がイーダーシプレサーズで打ってたよ、そうだよ打ってるよ、打たしてもらってるだけでしょ、俺らも打たしてもらうんですよ、街道フラグティエって、今上り流のごとくね、バンバン勢いを上げてるアドリブ兄さんの番組じゃないですか、アドリブ兄さんの。あと2ヶ月ちょいでクーペですが、どんな感じ、まあクーペは適当にやるよ。でもなんか今日ニュートンすごい人いっぱいいたらしいね、クーペ効果かって言ったけど、関係ない、俺別に月曜行ったし、ね、俺暇だったらやるからね。マンボウが下げ間になったから、あ正解、あごめんなさい、あそういうこと言わないでください、そういうこと、マンボウいなくなってから1回見て、あ見た方がいい、うん、マンボウよりも今の方が可愛い、うん、うん、というわけでやるんでね、皆さん来てくださいね、石川紀之来ますよ、石川紀之が、皆さん石川紀之知らない、知ってる、石川紀之知ってる、みんな大丈夫、ちょっと本当聞きたいんだけど、誰知ってる、じゃあちょ石川紀之、じゃあ石川紀之をアンケート取るわ、これじゃあ、これあれだな、これコピーしとこう、アンケート取るわ、石川紀之を知っている、知らない、あれ、あ変な感じになってた、ちょどうやって直すの、ちょ直らん、加減食らった、どうやってやんだっけ、
ちょ、かけんくなった。どうやってかけ、なんか変なとこ押したら、俺どこ押すんだっけ、どこ、直んないこれ。入力モード、全カタカナ、半角カタカナするんだっけ。やべ、キャップスロック。キャップスロック。え？カタカナになっちゃったんだけど。全角カタカナ？え？カタカナになっちゃった。ひらがなにするか。しら、あ、OK できた。ありがとう。はい、ボン。キャップスロック、ありがとう、ありがとう。うんこちゃん面白いけど、石川つまらず、バカ、お前、バカだな、お前、本当にお前ら。石川の意見の面白さ知らんだろ。石川ってあの暴力でチャンネルがなくなったし、まあ、それだけはね、面白いんで、内緒です。じゃあ、いきます。はい、いきますよ、ドン。やっぱ知ってるんだ。じゃあ、石川の意見を。好き。嫌い。どちら。石川紀之は好き嫌いどちらでもない。あの人まだニコ生たまにやってるっぽいよ。格ゲーの人呼べ、何か、いや格ゲーの人も呼んだってさ、スロット、まあ、格ゲーの人呼べるわけねえじゃねえかお前。カナダカップ言ってる、カナダカップ。さあ行きますよ、結果表示します、ドン。嫌い正解、みんな大好き、みんな大好きだよ、ありがとう、大好き、もう大好き、みんなのこと俺好き、好きが 9% しかなかった、もうごめんね。いや他人が嫌いって言われてるのすげえ楽しいよね、やっぱ、うん、他人が嫌いとか言われてるのやっぱ見ると楽しいよね、楽しいね、あスカッとするよね、やっぱね、なんだかんだ言ってね、うん、俺はのりちゃんのこと嫌いじゃないよ、でものりちゃんのこと嫌いって言ってるやつを見るとやっぱ楽しいよね、うん、そこはねあるよね、マジで嫌悪感しかない。誰が呼んだんだよ、テクサか。違いますよ、まあ、いろいろあるんですよ、あいつマジで配信しかしてないから話がスカスカなんだよ。 R でアンケート取って、 R で森は嫌い 100% いくんじゃない、まあそれはいくかもしれない、あいつの話普通につまらない、いやだから俺はあいつとよく喋ってんのよ、あいつと飯食いに行ったり、あいつと飲みに行ったりするのよ、のりちゃんと。俺は言っとくよ、俺楽しいと思う人間としか、俺飯も食いに行かないし、あの飲みにも行かない人だから。俺はね、君たちがどう思うか知らんよ。KSK は楽しいよ。KSK は楽しいよ。暴力野郎が好かれるわけない。喋りはうまいけど内容はつまらない。オッケー、ボンボン言ってね。当日ボンボン言ってね。まあ、あそこら辺の会話よね、結構やっぱ仲いいよ、みんな。なんだかんだ結構、あれだからね、森とはいえ、障害者相手にあれは引く。そういった荒れた雰囲気王国に持ってくんな。めっちゃ怒られてんだな、俺。なんで怒られんの？石川紀之参戦って言うと。じゃあ、横山緑だったらどうなるの？横山緑だったらどうなった？今、界隈ですげえ頑張ってる。王国を乱すな。横山緑もめっちゃ嫌われてんの？その辺全部嫌い。一番嫌。マジで嫌われてんな。フリーヤルは出すな、緑は国から行くなら王国に来るはない。緑とかうんこちゃんまだ面白い、だって俺緑さんとかさ、俺うんこちゃんと絡んでんじゃん、俺石川の利益とも結構絡んでんじゃん、それはどうなんのな。常識人が多いな、訂正を解放して、だからカナダカップ行ってんだよあいつら、カナダカップ行ってから格闘ゲームは無理なんだよ全員。
国と抜きのために金払ってるか、石川とか緑とか嫌なの。なるほど。お前がゲストで行け。あ、俺がゲストで行くのはいいんだ。中途半端に付き合うなら炎上行くか行かないかは、行かないかはっきりすれば。どういうこと？わからん。最低限の常識もない人は無理。抜きさんと石川を合わせるなよ。だ、合わせてねえじゃん。俺の金が石川に渡るんだろう。絶対無理、抜ける。しょうがないね。じゃあ、まあ石川に行くわけじゃないんだけどね。まあ、そう思うんだったら抜けてもらって結構ですね。ええ。なんで CC にかぶすの？ CC にいつかぶせたんだよ、俺が。俺がカプコンカップにいつ合わせたんだ。おい、聞け、これ、おい。待て、これ、アリーナ。俺がいつ、東海道を、カプコンカップに合わせたんだよ。おい、言え。言ってみろ。いつだ？来年か？再来年か？おい、去年か？いつだ？まさか今年じゃねえよな。今年のこと言ってるわけじゃねえよな。CC、カナダカップ、CC も、そっか。すみません。カナダカップも CC だったね。あ、そっかそっか。カナダカップのことね。あ、すみません。あ、すみませんでした。あ、すみません。取り乱しました。すみません。ちょっと病が、ごめんなさい。これ持病が、すみません。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、すみません。ごめんなさい、すみません。すみません。すみませんでした。すみません、カナダカップか。すみませんでした。CC、カナダカップに、じゃあ、カナダカップに合わせたわけじゃなくて、仕方ないし、もう決まってるんで。それも月末の、もう皆さんずっと見てる人分かると思います。月末の土曜はもう決まってるんで、もうしょうがないです、それは。だから別に合わせたわけじゃなくて、むしろあっちから、カナダカップがかぶせてきたところがあります。もう東海道っていうやつは、番組とかも3年ぐらいやってるんで、2年か。むしろあっちからかぶせてきます。しょうがない、それは。しょうがない、すいません。なんで、すいませんけど、ちょっとすいません。順からこっち来てみ、あ、ありがとう。いや、だからすいませんけど、しょうがないと。なんか濃く柴田みたいになってきたの。影響で別に受けてないけど。最近カナダカップ調子、それやめたって。カナダカップもね、いろいろあるんだって。いろいろあるから。あなた、抜きさんの応援配信したことあるの？今年。ないよ。ないない。でも裏ですげえ応援してるから、 LINE で頑張れよっつって、今見てたぞっつって、それでいいんじゃないですか。いかんの、それで。応援してますけど、いかんの。何がいけないんですか。ダメなんですか。別に悪くないでしょ。カナダカップは正直応援配信したかったけどね。だからカナダカップじゃない、カプコンカップは。だから、抜きさんには言ってもらいたいけど、ぜひね。さすがに12月4日、カナダ、カプコンカップは応援配信したいもんね。ぶっちゃけしたいからね。で、やってほしいけどね、ぜひね。イギリスの時のコクのツイート、マジで必要だった。あれちょっとマジムカつかんかった。あれマジムカついたでしょ。梅野ボンちゃん応援配信はくっそ面白かった。 12月4日が CC ってマジ。俺の誕生日。おめでとう。抜きさんはぶっちゃけもう無理。いや、もうちょっとね、いや、無理じゃないけど、カプコンカップがワンチャンあるんでね。で、今、やっぱり、スト5時代がね、抜きさんのスト5力がかなり上がってきて、今安定してるんですよ、かなり。上位に食い込むことがもう当たり前になってきてるんで、まあもちろんそれキャラは強いのはまあ当たり前なんですけど、それでもね、上位に食い込むって結構やっぱ難しいんですよ、あのゲーム。やっぱ荒れちゃうから。それで上がってきてるってことは、だいぶ気づきがあったんかなと。だからワンチャンぐらいある、ワンチャンぐらいあるっすよ。誤審で CC 確定したの抜きだけだな。まあまあ今年からやり始めたんだね。だけど、あと一息ですよね。ここで頑張れば。もみお疲れ。売名を反映しない？これ抜きさん以外戦力外じゃん。
じゃあさ、ちょっとさ、思うんだけどさ、売名を何がいけない、俺さ、思ったんだけど、売名を見ててつまんなかった？みんな。俺の感覚で言うと、むしろ俺らが強すぎたら売名できないからさ、かわいそうじゃねっていう。もっとどんどんみんなの名前やってなさすぎてつまんなかった。ピース TV に負けない番組作りをよろしくです。はい、大丈夫です。頑張ってます。国抜き王国は、正直一番考えてる、この界隈で番組放送企画を一番考えてる番組コンテンツだと思っております。自負しております。昔からそうです。我々は一番しっかり考えております。間違いないです。それだけは間違いないです。いや、間違いないです。自負しております。僕は国人に抹茶アイスをおごったことにつぼりました。本当だわ。抜きさんの V、あのさ、VR ってどうなの？ VR ってさ、配信いけるそう？国人桃町とばんが、そう、あ、見てた。とばんが見てたよ、俺。国バースデー配信の会員アーカイブもらえますか？あ、ちょっと待って、なんかね、今ね、ドワンゴさんお願いして、ちょっと動画が足りてないから、ちょっときついから今動画のね、その容量をアップしてもらえるようちょっとお願いしてるから、ちょっと待ってて。そしたらもうね、今までのやつも全部出すから、ちょっと待ってて、ごめんね。ほんと梅ちゃんが VR 配信してたよ。じゃあ VR を配信しても全然安心なんだ。なんて言うんだろう、みんなからするとさ、酔うとかさ、その配信見てる側は普通の画面、あ、でしょ、配信見てる側は普通の画面なんでしょ。VR やってる人の映像が欲しいってことでしょ。それって外から見てて そんな面白いのかなという、うん。ワイプはもちろん入れるんだけど、ワイプは入れるつもりなんだけど、どうなのという。宮根アナが椅子から転げ落ちた面白いな。一回くらいは面白い。いや、 VR がない、持ってないもん俺。俺も欲しいよ。VR だってすげえ予約で買えないじゃん。抜きさんやったら絶対面白いじゃん。あ、抜きさんやったら面白いかもしれない。VR は天然な人にやらせると面白い。コクみたいな頭いい人。そうなの。僕みたいな頭いい人がやるとね、VR つまんないんで、わかる。すごいわかる。考えて、そう、笑われるやつでね。笑われるやつ。俺笑かしてますから。笑われるやつはダメってことでね。わかります。すごくわかります。それは。正直、目新しさから見慣れてたけど、あんまり面白くないと思う。っていうね、俺そうなんですよ。ちょっとね、そう、スコーピオン良かったでしょ、俺のツッコミ。良かったでしょ。抜きさんは絶対面白いと思う。うん。抜きさんがやったら絶対面白いと思う。そうですね。抜きさんやったら確かに面白いと思います、僕も。はい。昔ゲーセンにあったスキーのゲームみたいに可愛い娘がやってるのを後ろから見てた。VR で怪獣が出る。抜きさん笑われてるでしょ。ってもうスコーピオンだぜ、お前。スコーピオンってお前、サソリって分かるやついない？ちょっと書く？いやいや、もうアンケートしてもいい、一緒だな。もう言っちゃったな。サソリさんっていうね、格闘ゲーマーが出たんですよ。でそこで、サソリさん その名前の由来って何なんですかって言って、でサソリさんが、いや僕釣り好き で釣りのその釣り竿、僕の好きな釣り竿がスコーピオンという名前なんですよって言って、そっからですって言ったら、あ、そうなんだって言って、まあリスナーとか俺ら全員分かったんだけど、抜きさんだけで、そのスコーピオンがとか言い出したからえっつって、抜きさんつって、抜きさん待って、ちょっと待ってって言って、だからその抜きさんえ、ちょっと待って、スコーピオン何、スコーピオン何ですか、スコーピオンがつって言って、全然わかんない。そう、セイントセイヤですよ。セイントセイヤ見ればわかるじゃん、だもん。あれ、有料パートだったか知らん人、あ、そうか、有料パートか。まあいいや、別に。まあ、有料パート、そういうこともやってますんでね。まあ、抜きさんのそういう面白い映像がね、いっぱい映ってますから、ぜひぜひ、会員になって、見ていただけたらなと思います。だから、まあまあ、抜きさんが VR やったら面白いかもしれないね。うん、それはある。だから今度やりますよ、抜きさんの。でも VR が買えないんだ、売ってないんでしょ。なんか俺さ、俺ファミコンのさ、あの昔のやつやりたいんだよ。あれ HDMI 出力になったから、配信できるわけじゃん。だから、超やりてえのよ、ファミコン、昔の。昔のファミコン超やりてえなと思ってんだけど、今難しいよね。それもなんか売ってないんでしょ、全然。なんか予約でもうダメとか言ってさ。もうそういうことやられるときついんだよね。
やりたいんだけどさ、で、売ってないらしいんだ、もう予約ももうダメだって。もうそういうの嫌だよね。で、なんかアホが買い占めてさ、転売してさ、儲けてるやつがいるんでしょ。もうそういうことやられると嫌だ、俺。お疲れ様。あのファミコンミニそんなに人気あるの？いや、あれっぽいよ。PC 用買えばいいじゃん。11万。え？ 11 万のやつあるの？そんな絶対買うわけないじゃん。あれ固定のしか入ってないけど大丈夫。あれ確かコントローラーもちっちゃいよ。やりにくそう。え、そうなの？え、じゃあ何？ファミコンミニってもしかして、まずい？買ったらダメ？え、ちょっと待って、あれ何？ファミコンミニってもしかしてさ、カセットも入っちゃってんの？後からこうカセット押せないの？カセットさせないの？あ、そうなの？あ、マジで？30ソフト入ってる。ファミコンミニで名前？ちょっと調べるわ、ファミコンミニ。あ、ちょっとその前に。今から見てくれですよ、あるから。一応これ貼っとかないと。ファミコンミニね。ファミコンミニ。カセット。そう、HDMI だから、いいんですけど、カセットがつまんなかったら嫌だよね。うわ、すげえちっちゃい。手だよ。うわ、超ちっちゃいじゃん、これ。うわ、すげえ。手でこんな持ってるよ、これ。お、すげえ。あ、ラインナップ。マリオブラザーズ、ドンキーコング、アイスクライマー、バルーンファイト、熱血物語、ロックマン、エキサイトバイク、ER カンフー、ER カンフー、スーパーマリオブラザーズ。あ、これ、スーファミじゃないの、これ。突っ張り大相撲、ソロモンなど、ギャラが、アトランティス、ドクターマリオ、星のカービィ、リング、ゼルダ、メトロイド。これもしかしてダブルドラゴンあるな。これもしかして名作入ってるけど、これやれないね。もしかしたらワンチャンこれやるはないかもしれないな。もしかしたらだよ、ワンチャンない可能性もあるな。ちょっとやめとこうか。6000円だからありっちゃう。今、6000円なんだ。何がしたいんだ。楽しいやつやりたいじゃん。だからドラクエ3とかやりてんだよ、俺。俺、ドラクエ3マジでうまいんだわ。マジでドラクエ3詳しいんですよ。コメダの場所とか結構覚えてるんで。いや、チーメダ、チーメね、チーメ。チーメでもねえんですよ。俺、コメダって呼んでたから。あ、なんか MOV が RTA とか、そのレベル無理。そういうの無理。それは無理だけど、普通でやりたい、普通で。普通でやるんだったらできる。エミでやれ。あのね、エミはダメですよ。エミはダメですよ。エミはダメです。普通でやってうまいと言われてもな、まあ、そうなんですけど、ドラクエ3ちょっとやりたいんだよね。俺ドラクエ3マジ好きだから。実機って言ってあげるよ。 いやね、いや違うね、いろいろあるんですよ、それ。ドラクエは抜き去るものだからダメ。いや、俺ドラクエやりたい。ドラクエとか FF5 やりたいよ。やりたいけど、ちょっと厳しいなということで、膝大丈夫、ありがとう。膝大丈夫。友達が実機って言ってた。って、ごまかそう。 じゃあ、みんなでそう楽しみたいじゃん。それドラクエ10、ドラクエ10はもうちょっとやってないね、今は。今ぶっちゃけやってないね。お前連長のこと言ってくんないとダメだよ。危なかったよ、今。ワンチャン。ワンチャン危なかったよ。ぶっちゃけ RPG 配信で一人やられてもつまらん。いや、でも結構面白いって人が多いよ。コクが一人で配信外で FF5 を終わらせるの忘れない。すいません。ちょっとやりたくて。コ
国のドラクエアクティブ人口で、いや違う、この画面に映せば大丈夫。要するに、国セントスにしつこく、あ、そう、オーバーウォッチやるわ。オーバーウォッチやるな。センちゃんに勧められたから、俺 FPS 下手じゃん。わかるじゃん、俺の。GTA やってさ、俺ひどかったじゃん。FPS とかできないんですよ。TPS とか。できないんですけど、なんか、脳筋野郎もいるらしいじゃん。近づいてバンバン切りに行く、なんか脳筋野郎もいるらしいじゃん。脳筋がいるんだったら俺できるなと思ったの。俺もう離れて打つのはもう無理だから。セントスの罠なの。センちゃん一生やってる。なんかすげえ面白いらしいよ、あれ。そう、ブンブンさんもやってんじゃん。ロックオンないと無理そうなんだよ、そう。で、簡単らしいから、GTA できない人は無理。なんか言ってたけど、センちゃんが言うのは、ハースストーンとさ、シャドーバってさ、ハースストーンの方がちょっと一個読みは多いじゃん。だからちょっと簡単にした、ライト系にしたのがシャドーバじゃん。ライト層に向けたのが。だからその、難しい FPS とかあるじゃん。それのライト向けがオーバーウォッチらしいのね。簡単な説明を受けたんだけど。だったらできそうかなと思ったんだよね、俺にも。さすがに3キャラ使えないときついからやめとけば。明日シャドーバある。明日ある。確実にある。明日溜まったシャドーバがあります。大丈夫、あります。立ち回りだけ分かればできるで。初心者向けキャラでしょ？だから初心者向けあるから、俺やろうかなと。そう、個人にも始めたっぽいから、ちょっとやろうかなと。ライト勢が多いだけで役割はしっかりあるし、そうそうそう。だったら面白いかなという。スト5でオプラチナ行くよりは簡単。でしょ？だからいけると思う。2日でやめるぞ。センちゃんめっちゃいい説明の仕方する。で、ね、分かって、やっぱさすがなんです、センちゃん。そこら辺は。いろんなゲーム触るのはいいと思う。そうだよね。PS 版なら割と適当にやっても大丈夫。あ、俺 PS4 しかないから PS4 でちょっとやりますよ。むしろライト勢が多すぎて野良が魔境。シャドバ極めちゃったわと思ったらハースストーンもやってみてな。いや、シャドバ極めてないけど、シャドバさ、ちょ、どうなのあれ。シャドバ。あ、ちょ、きついんだけど、俺。勝てん。マジで。結局永遠になんだけど、今。見る？一応見しようか。一応見せるわ。シャドバは俺読み合いするところまで来たわ。コクも早くそのレベルに来てくれ。ランクは上がったけど、わ、最新バージョンがあります。わ、インストールしてなかった。長。センダス昨日警察呼ばれてた。マジで？シャドウバランス悪いよ。大会でも微小エレフだけだし。まあそうだよね。A2 とかここに抜かされたんだから、俺7時間やってた、7時間。再度ログイン。めんどくせえな。ログイン中か。え？シャドーバス。大声でぶっ殺すとか言ってたら通報されたし。センちゃん？ガチで？そういえば国民運動始めた。運動、もうね、皇居ジョガーですよ、皇居ジョガー。ジョガーです、ジョガー。黒人さん、ジョガーでございます、これから。だから TS 消えてたの。アンチに通報された。マジで？センちゃんそうなの？かわいそうだね。セントスマジで危ないです。いや、危なくねえよ、あいつは。さあ、僕の今こんな感じです。もう少しでね、いけるんですよね、 A3 は。もう少しなんですけど、まあ、いや、今日やってないです、正直。今日と昨日やってないかな。まあ、こんな感じ。結構上がってんだけど、俺もう1000ぐらいからずっと変わってない。2ピックチケット全部パックに変換した。何それ、教えて。どういうこと。2ピックチケットってどれ教えて。
どうやって変換する、どうやって変換するの、どうやって変換するの、教えて。アリーナ、あー、もうやりたくないこれ、リタイアでいいのこれ、リタイアでいいのこれ、リタイアでいいのこれ。デッキ、デッキ見せる、デッキ。これだって俺一番初期のこれやったやつだから、もうその後やってないから、1しかないんだけど。1しかないんだけど。そこまでひどくないのこれ。じゃあ俺が全然知らん時にやったからね、これ。これ捨てていいの、これ捨てていい、捨てていいのこれ、捨てていい、これリタイアでいいの、おお。でアリーナ行ってどうすんだっけ、チケット変換って、変換できるのこれ、どうやって変換するの、あ、即リタイアか、これで、これで行って即リタイアってこと、これで行って即リタイア、勝てばルーピー多くもらえる、始めましょう、いやいや、やんねえ、つまんねえからいいよ、おい、即リタイアできねえじゃん、これ配信上でやるの、確かに、これ後でやっていくわ、でもらえると、なるほど、俺じゃあ19枚もらえるんだ、でけえな、じゃあ明日それ開封配信やるか、明日これで、これでカードパックやろうぜ、カードパックいっぱいあるから、よし明日それやろうな、 OK、 まあこんな感じですよ今はね、ちゃんとプレイすればもっと報酬もらえるのに、ね、2ピークとかめんどくせえじゃん、絶対後悔するやつ、2ピークラジコン配信の方がいいんじゃない、いやちゃんとピック回した方がいい、あ、ちゃんとピック回した方がもらえる、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ピックでもらしたら何、ピックで5勝したら300ルピーぐらいもらえるよ、300ルピーもらってなおかつあれ、あのカードのやつもらえるの、全部やっちゃったらもうカードのやつもらえない、早めの時間に放送し、じゃあ明日早めにやるわ、スピック入れたら即リタイアでいい、そうだよ、みんな理想のデッキじゃないから美女バースじゃなくて楽しい、なるほど、300プラスパック、じゃあ頑張った方がいいね、じゃあ頑張った方がいいんだね、即リタとか初めて見た、うまいやつはループでコイン量産してた、ラジコンすればそんなに苦痛じゃないからやろう、ラジコン面白いか、それ面白くなくない、でも5勝してようやくまとめの星、あ、もうめんどくせえな、だったら俺ランクまで AA 来てえな、俺早くマスターなりてんだよ、マジでマスターなりたい、うん、まあいいや、じゃあまあそんな感じでね、じゃあ、あの明日、じゃあ明日早めにやる、明日は9時からやる、9時からシャドーはもう3時間やろうか、4時間ぐらいやるか、その代わり俺強えよ、失踪美女。
俺の失踪美書つまんないよ多分見ててマジでうまいからただただ運がよ、ま、運が悪くて負けるだけという、まあ、たまにセラフでもいいんだけど早いよいいのコクだとマスターはあと半年かかるかからんもん大丈夫だコクみんなそうやあまあそうなんだそうなんだまあいいよじゃあ明日はシャドーバーやるわでとりあえずねこの上の、29日上に書いてあります29日の土曜10時から石川紀之参戦東海道こちら見ていただいてで同日19時からおふみ告知放送こちらもやりますんでねぜひぜひ見てくださいお願いします見ないとか言うな見ろお前らなんでさお前ら一致団結しないの俺と一致団結したくないなあ立ち見アリーナお前絶対見ないお前も俺とさ一致団結したくない俺と一致団結国人と一致団結したくない国人とたくない絶対見たくない別にスロカス見たくない国人とインチだ一致だけってキャラじゃないみんな見ないって団結してる黒人とはしたけどその辺なのは無理一致団結何調子乗っとんのお前乗り気と一致団結久保田と石川は無理ですすいません国人と一致したいお前と団結すると妊娠するって聞いた慣れ合うなしょうがないですね。わかりました。すいません。すいませんでした。すいませんでした。本当にみんな嫌いなんだね。何がそこまで嫌いなのかちょっとよくわからんだけど、何が嫌いなんですか。逆に聞いときたいわ。何が嫌いなの。もう悪口言ってあいつなの。わーっつって。いやネタじゃなくて嫌いわかった。何が嫌いなの。何が嫌い。芸風ここの視聴者厳しいなもうマジ厳しい政治人としてネタとガチの線引きができてない深い調子乗ってるところ暴力振り見下し人間性人柄下半期の生き方人として無理知らない存在みんな嫌いだから俺も嫌いラインを超えてるマックス立てる感じが嫌い緑は喋れないから嫌い石川は興味ない昔散々悪さしただろあいつらみどりちゃんシーマンでかいくせにそんなに食べないところ捕まってないだけで性犯罪とほとんど変わんないお前にとってのガマと一緒ソロが嫌いなだけコクは嫌いでも好きでもない石川は普通につまらんところどころガチな否定が入ってて笑えるまあいい印象ないしなそのタバコかわいいね格好にこじってみどりは人間じゃなくなったから顔が性的に無理あんなの近くにいたらそれは嫌いやろここに19日のオフ会3次会からしようと思うんです大丈夫です全然 OK ですメールください明日ね、店の予約とか全部やるんで。で、みんなに一斉メール打とうと思ってました、明日。二人目の子供が生まれるときに浮気するから好き。格言が弱い。シャンプー何使ってんの?じゃあ俺も見たことないけど嫌い。不倫。すごいな。緑は実際あったらムカつきそう。いや、あのね、みんなね、いや、みんな嫌いだよ。別にみんなの嫌いなイメージを直すつもりもない、俺は。もうそれは無理だから、多分。それはみんなが考えることだ。だけど、俺の意見として、あいつらと絡んで嫌だったことはない。マジで普通にいいやつ。あの、びっくりするぐらいいいやつです。画面とは全然違う。けど、一人だけ違ったやつがいた。俺の嫌いなやつ。俺の嫌いなやつはマジで終わってる。あいつだけはどうしようもないから、俺も無理って思ったけど、俺は実害を受けたんでね。実害を受けたんで無理なんですけど、実害を受けなかったら別に大丈夫。で実害を受けるような人がいない今まで実害を受けたら俺無理なんだけど高田健二は全然実害なんか受けてないしむしろいろいろやってくれるしあの いい関係を保ててると思うけどまあねちょっとびっくりするよね本当に19日は国人からプライドを奪うわああいいよ任して全然大丈夫だから抜きの配信を忘れたことはそうそういうことするでしょそういうことするやつは許さん、俺は。絶対に許さん。そういうことするやつは許さない。そういうことしない人は別にいいんだけど、そういうことしないから、
俺はされてないし。まあだからね、まあみんなのね意見はいろいろありますけど、でもまあやるって決まったんでね、しょうがないんでね、皆さんじゃあその日だけ見ないでください。じゃあもうその日だけ見ないでください。もう見なくていいです。嫌いなんだもん。だってね、俺は好きだよね。俺は好きでしょ。ギリギリいけるでしょ。俺は見る。俺は大丈夫でしょ。俺は一応大丈夫でしょ。俺個人は嫌いじゃない。そうでもない。厳しい。もう俺も嫌いなんだったら見るなよ、じゃあ。なんでお前ここにいるんだよ、お前は。その時間を無駄にしてるんだよ。見るなよ、今。今すぐ出てけよ。俺が好きだったらいいよ。俺嫌いなんでしょ？暇だからたまには。まあ、こっちのか、まあ、そうだよな。そうだな。そっちのかって。確かに。嫌いなやつを見ても別にいいよね。俺もたまに嫌いなやつ監視するために見てるときあるから、監視ね。簡単に言ったら。あいつ変なことやんねえかなという監視で見てるってことね。わかります。それだったら別にいいです。俺はまあ好きにしてください。メガネ触ったあいつじゃない、あいつじゃない。わかった。でも じゃあね、そういう人はもう俺を監視してくれてもいいし、見てくれればいいし。ただ俺だけ好きな人で、なおかつ石川とか水谷さん嫌いなやついるでしょ。それも見なくていい。もうわかった。まあ諦めた。無理。もう見なくていいです。すいません。見なくていいんで、見ないでください。見ると多分不快になっちゃう可能性があるんで。で、11月もいろいろ国内局やってくるんで、頑張りますんで、そちらで挽回しますんで、そちらに来てください。僕は全然気にしないんでね、そういうのは。まあ楽しくやれる、やつで見るんでね。で、万が一、見ちゃった場合、万が一だよ。しまった、こいつ出てんのに見ちゃった、私、みたいな。うわ、俺見ちゃった、つけちゃった、ああ、だって黒人の国の曲ポチッとおっしゃった気分で、みたいな、いつもの、ね、あるじゃん。修正でおっしゃった時に、もうそいついたら消すんじゃなくて、一応ボロクソ書いてから消して、もう消えてってください。せめてボロクソ書いてください。それ発散できるってだけでも幸せだと思うんで、僕は。そういうので使っていただけたらいいんじゃないかと思います。そう。コクが思ってるようなあの回はかなり嫌われてるね。みたいだね。俺知らんかったわ。ちょっとびっくりしちゃったね、俺ね。そんなに嫌われてると思わなかった。むっちゃいいやつなんだけどね。シャドーバメンテになりました。終了は7時です。ありがとうございます。シャドーバはもう今日やろうかなと思ったらできないんでね。まあ寝ます、普通に。スト5やろうかな。ちょっと竜やりてえわ。ちょっと竜やるわ、この後。この後ちょっと竜やるわ。配信変えようか。配信変えよう。売る方でもいいし。売る方でもいいし。スト5から売る方やろうか。ユリアンはごめん。ちょっともう諦めてくれ。もう無理、無理、無理。ユリアンやってとか言ってた人、もう無理。ごめん。ごめん、もう無理。カーモンタか。カーモンタして、なんか質問ある人いる？今。質問。なんか、相談。人生相談。そうだ、そうだ。他にもいるだろう。じゃあこれ、サードは強すぎるわ。俺強いから、もうやってもしょうがないわ。ガチで強いから、サードつまらんよ。みんな俺が負けるとこ見たいでしょ。サードガチで強いから、俺負けないよ、本気で。さあ、行きます、ドン。じゃあ分かりました。じゃあこれ、はい、もう一回。なんでサードめっちゃ強いのにユリアン使えないの？いや、まあサード使えるって言っても全キャラ使えるわけじゃないから。いくよ。はい、ドン。じゃあやるわ。じゃあやる。カーモンタやります。急遽。
カーモントやります。いや、やれ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 言われてて、全然やってなかったんで、ちょっとやっぱやんないとまずいんで。で、カーモンタで人が来なかったら、カーモンタで人が来なかった、人生相談ね。来なかった瞬間にスト5行きますから。スト5かウルフをやります。どんな悩みでもいいですけど、なるべくね、ガチの悩みですよ。じゃあ枠変えるわ。枠変える。枠変えるわ。いい？みんな。これ上、全然違うから枠変えるわ。じゃあ、いきますね。で、スカイプ、これ、黒人アンダーバートツ。スカイプ ID ね、黒人アンダーバートツ。こちらでやりますんでね。それではじゃあ、この前しか移動めんどくさくていけない。ごめん。移動ができない。移動するしかない。表紙が違うんだ。オフミーの話とか、スロットの配置とか、これ、シャドーバーやんねえのにシャドーバーってなってるから、非常にまずいじゃん。じゃあ結構ね、カーモンタを待ってくれてる人多いんだ。だからカーモンタはカーモンタの題名で行きたいから、すいませんが。次枠行きます。すいませんね。はい。またね。後ほど。もう1分か2分後。はい。